深刻にしていってね。全国のストームワーカーの皆様おはこんばんちは、だぜ。前回は偵察レーダーを作ったよ。今回は追尾レーダーだ。完全にうぷ主の趣味になってるけん。実際ここ3ヶ月はレーダーしか触ってないから仕方ない。今回作るのはシースコープと簡単なトラッキング機能だ。このような目標の方向と行角を表示するレーダーをシースコープという。距離は出てないね。距離の表示は円の外側に動く針をつけるとかそんな手法があるが、面倒いので今回はやらない。まず今回はカメラとレーダーを合わせたシースコープにすることにした。多分最初に引っかかるのはカメラの視野角とレーダーの視野角の合わせ方だな。仕様はどうなってるの？ズームができるやつは入力が0-1、FOV は 2.2 から 0.025 ラジアンだ。スモールの場合は 1.22 ラジアンになる。ズーム可能の方は 1.43 度から126度、スモールは約70度だな。なんでこんなややこしいことに？ゲオメタに聞いてくれ。今回は拡大を使うとして、FOV は 2.2 から 0.025 まで線形であるとのことだ。これを計算式にするとこのようにすればラジアンが取れる。マイナス 2.175×入力プラス 2.2。とりあえずマスのデグを使えば度数法で表示できるから確認してみよう。ほい。合ってるかわからん。わからんけど合ってるから次だ。今度はレーダーを目標に向けられるようにする。この辺の仕組みは作る人にもよるが、今回は速度ピボットの大きいやつを PID 制御で動かしている。旋回はハンドルの WSAD キーだ。旋回の目標値は AD、現在値はピボットの回転、制御値は速度ね。行角も目標値が WS 内外は同じだよ。適当に P は1、I は 0.0001、D は 0.01。多分速度は遅いがとりあえずこれで、WSAD は維持で、ちなみに PID を中に入れるか外に出すかはお好みだな。まあこんなもんかな、操作しにくいけど、正直マウス使うなら操作系はタッチパネルか視点使う方がいいと思うぜ。それとレーダーの設定だ、今回はスタチックを使用する、FOV の X と Y は同じにしておくのが無難だぜ。今回はミサイルレーダーなのか、向きがわかりやすいのがその理由だな。なおカメラの最大範囲は126度、レーダーは90度なので当然映らないところもある。そういえばそうね。カメラをレーダーの範囲以内にしたい場合はスロットルで範囲を制限したり、その範囲内になるように計算する必要があるぜ。というわけでルアを実装していこう。今回はストアの画面に収まらなかったので VS コードの画面だ。まず入力はカメラの FOV とレーダーだ。視野角はさっきの式で、レーダーのデータ取得は前回やったね。違うところはデータの初期化を毎チックやってるところだな。創作レーダーと違って残しておく必要はないぜ。あとコメントで指摘があったので今回は連想配列にした。今メインで作ってるプログラムでは行列演算してるからそのままリスト型配列にしちゃった。そして描画の方だが、幅と高さ、中央を求めたら、ここで単位ラジアンあたりのピクセルの係数を求めている。幅を視野角で割ってるだけだぜ。ん？これ正確じゃなくない？正確じゃないぜ。外に行くほどずれる。だよね。正確にするならカメラの FOV とディスプレイの解像度から疑似的な距離を求めて疑似的な距離とレーダーの角度から画像を計算する。ストアのレーダーの視野角自体がそんなに広くないため、今回は簡易的な式にした。なるほど。そしてその係数とレーダーの角度をかけてオブジェクトの位置を表示する。最後に適当に十字の線を書いて完成だ。ところでセットカラーで初めて出てくるやつがあるけど。ああ、透過率だな。0になるほど透明になる。なるほど。それじゃこれを実行してみよう。チャンネル4に入力しているのは FOV だな。前回紹介を忘れてたけどこれはターゲットドローンズのアドオンだよ。いわゆるヘビレンジ。遠くてわからんな。だいたい合ってるかな？この辺がレーダーの FOV の境目だな。うん、だいたい合ってるね。簡易式でもそんなにズレはないことがわかるな。複数の目標にも対応してるよ。これだけでは味気ないので、目標を自動で捉え続ける機能も実装しよう。今回 PID を最初から使ってるのはこのためだな。まあ角度ピボット自体180度までしか旋回しないというのもあるけどね。
そうだな。で今回は簡単に方位盤の現在の回転角度にレーダーの角度を加算してそれを目標値にするという単純な手法にする。目標をロックするまでは手動で操作して目標を捉えたら中央に近い物体を捕捉し続ける感じだ。レーダーには複数の目標が映っちゃうけどそれはどうするの？そこは中心から一番近いものを選択すればいい。例えば目標がこんな感じにいた場合、XY 座標は直角なので X の2乗足す Y の2乗イコール R の2乗になる。この R の2乗が最小値になる物体が中央に一番近いということになるな。あれ？距離は見ないの？見てもいいが単位が違うからかなり面倒くさくなるので今回は角度だけにした。なるほど。なお、R を求めるなら本来は平方根を取らなければならないが、今回は比較だけなので平方根を取る必要はない。何しろ数学ライブラリの関数の中でも平方根はかなり処理が重いと言われている。へぇ、それでそのまま比較するわけね。そんなとこだ。さて、これを実装するととりあえずこんな感じになった。2画面になったか。まずロックするときはブーリアンで取得する。そしてレーダーの情報を取得して、データが2つ以上のときはさっきの比較演算をする。最初バッファに1を入れて、配列の2以降と比較、より小さいやつが現れたらバッファを更新。そして最後に現在向いてる方向と足して出力だ。データが1つしかないときはそのまま足して、データがないときは現在の角度を維持する。あとは目標値としてコンポジットに出力した。なおパッと見もうちょい整理したい。知らんがな。右の描画の方は色変えたりデザイン変えたり、目標を追尾してるときはロックって表示するように変更した。表示は実際大事。マイコンの中身は PID を中に入れてないのでこんな感じだ。こっちはシンプルになっている。こっちは、ね。外の方がわかりにくくなったと反省している。ここでは PID に入れる目標値を、ヌメリカルスイッチボックスで切り替えている。ロックがオフの時は手動の入力値が、オンの時はルアから来た数値が使われる感じね。それではこれを実行してみよう。目標との重なりも確認したいので目標を増やしておく。飛んでるやつと浮いてるやつを増やしたよ。初期値を変更しておけばよかったな。とりあえず飛んでる方をロックしておきたいな。逆だった。ロックはキー位置に振ってあるぜ。ほい。おお、今入力は何もしてないよ。ちょっとだけ遅れてるけど、推理できてるね。目標が重なってる時はこんな感じだな。真ん中になっちゃったね。この辺はノイズと遅延の影響があるな。飛んでるやつならそれなりに追尾してくれる。そうね、でもこの遅れは何なの？一つは PID の旋回速度、適当に設定したから収束するまで多少時間がかかる。もう一つはマイコンのノード一つがそもそも1チック遅延する、らしい。どういうこと？これレーダーの入力から目標値の出力まで4ノードあるだろ。あるね。つまりこれだけで4チック遅れる。なるほど。このドローンの速度は毎秒50メートルくらいだから、毎チック 0.83 メートル。4チックなら 3.32 メートルずれるな。結構ずれるね。まあそんなノイズやチェーンと無知や格闘してる人たちがいるわけだ。これ開発期間2ヶ月のやつじゃん。苦労したぜ。やはりノイズの多いレーダーソナーは難しい。今は高機能偵察レーダーの方を開発中だ。そんな感じで今回はここまで。ほい、次は特に決まってない。ソナーはいつかやりたいかな。そうだな、新型はちょっとめんどくさいが。そんなわけで次回に。続くよ。